このお時間は、全部教えます。サーバレスアプリのアンチパターンとチューニングと題しまして、AmazonWeb サービスジャパン技術統括本部ソリューションアーキテクト、西谷圭介より講演させていただきます。 皆さんこんにちは西谷と申します。今日はですね、あの私の方から簡単にサーバレスアプリのアンチパターンとかチューニングの話をしたいなと思います。まずはですね、インテルさんありがとうございますということですね。で、あとですね、お手元にですね、お手元にもしくは受付でお配りしたアンケートにですね、本セッションの満足度だとかご感想ですね、を 書いて提出いただけるとですね、AWS のオリジナルグッズをプレゼントさせていただきますので、ぜひ本セッションのフィードバックをお願いいたします。ですねはい、で改めまして、アマゾンウェブサービスの西谷と申します、よろしくお願いします。簡単に自己紹介させていただきますとあの 私、ソリューションアーキテクトなんですけれども、あの今、ですねもともとスタートアップとかあの、ウェブサービス系のお客様を担当するソリューションアーキテクトをしていまして、今現在は、えー、サーバーレスのスペシャリスト SA というものをやっています。よろしくお願いします。ツイッターとかソーシャルとか、この辺りにあるので、もしよろしければフォローなんかをいただければなと思います。よろしくお願いします。では えー、今日のセッションの対象なんですが、あのどちらかというと、サーバーレスの概要みたいな話は、ですね、えー、サミットの本編の方で、ね、初日にですね a j というあのラムダのサーバーレスの、えー、シニア PM がセッションしてご紹介したんですが、今日はあはどちらかというと、まあ、そういった概要というよりは、ですね、えー、実際に使っていたり、ですね具体的に取り組もうとされている方向けですね。 えー、具体的に言うと、まあ、ラムダとか、まあ、サーバーレス自体はそのものはある程度ご存知で実際に自分で実装をされていたりこれからまさに自分で実装をしようとされている方向けの、えー、ちょっと深めの内容になっています。で今日はですねあの、まあ、この会場全体サーバーレスエボリューションデーということでサーバーレスのトピックばかりを集めているんですけれども、えー、このテックトラックの1の方ですねは全体的にそういった割とこう 一つのサーバーレスって言われている中の一つのポイントにです、ねえー、を深掘りするようなセッションを今日は揃えています、はい、では早速なんですがラムダとか API ゲート A とか、まあ、いわゆるサーバーレスと呼ばれているようなアプリケーションですね、多くのお客様はそのまま使っていて、えー、ある程度満足をいただいているケースが多いんですけれども 一部のお客様からは、えーまあ、こういったご質問をいただくことが多いですあの、まあ、ご質問というかご相談をいただくことが多いですとで、えーまあ、そういったご相談をいただくので、えー、呼ばれてですね、えーまあ、お客様先に伺ってヒアリングしたりするとある程度ですね、えー、遅い原因というのにはパターンがあったりします。で,大体ですね、えー、この 5つぐらいいのパターンがほとんどになっています、まあ、プログラムの問題であったりコンピューティングリソースの問題であったりというところですね。というわけでですね、今日はあのこの5つについて、まあ、まず最初にそれぞれ説明した後にですね、えー、それ以外のアンチパターンも含めてちょっとご紹介ができればなと思います。ではまず1つ目ですね、えー、プログラムの問題なんですが、えーまあ、実際のところ、えー ファンクションとして実装されているプログラムのロジックそのものの問題ですね、えー、例えばまあループ、えー、条件分岐含めてですねロジックそのもののコードに問題がある場合はですね実際のところ、えー、実はプラットフォーム側でできることってほぼないんですねお客様の方でコードの最適化をしていただくしかないですねでその際、えーまあ、各言語のベストプラクティスだとか、えー、最適化の手法ですねいろんなものがあるかと思います例えば、 えー、Java で有名なものであればあの一昔前であればあのストリングバッファーを使って文字列のアペンドしましょうとか、まあ、そういったです、ね、最適化の手法ですね、まあ、そういったものはラムダのファンクションとして実装する場合もそのまま当てはまりますのでそういった各言語のベストプラクティスだとか最適化の手法といったものに、えー、のっとってラムダファンクションを実装いただくのがいいかなと思います。 あのそうですねプログラムの問題に関しては、えー、プラットフォーム側でほとんどできることがないので、まあ、このぐらいしか言えることがないというのが実情ですね。というわけで次にですねコンピューティングリソースの不足に、えー、いきたいと思います。これはですね、えーまあ、ここに書かれている通りなんですがあちなみにですね今日はですね結構、えー、スライド全体があの文字多めですあ,のあまり絵がないですね、はい、なのでちょっと見づらいかもしれないんですがご容赦ください。 えー、まず、ですねラムダ、特にラムダですね、えー、設定値としてメモリーというものがあるのはご存知かなと思うんですが、こちらですね設定値としてメモリーの、えー、設定にはなってるんですが、実際はですねコンピューティングリソース全体の設定になっています。えー、具体的にはメモリーサイズと比例して、ですね CPU の能力等も上がっていきます。あのメモリーのサイズを倍にすると、えー、CPU の処理能力そのものも倍になりますと。 なので、えーまあ、メモリー設定という名前にはなってるんですが、えーまあ、パフォーマンス設定と同義だと思っていただければいいかなと思います。で、えー、たまにですね、コストを気にして、えー、このメモリーをですね、すごくちっちゃい値で、えー、設定してファンクションを動かしているお客様がいらっしゃるんですが、えー、実際のところですね、メモリーを増やすことで処理能力が上がるので CPU バウンドの処理であった場合なんかは、えー 処理時間が非常に短縮される結果ですね。あのコストとしては、実はメモリちっちゃいままで時間がかかって運用してた場合と。 比較してですねほとんど変わらないコストで処理時間を短縮できるというのも、えー、ままありますので、えー、ぜひですね実際のアプリケーションに合わせてですねこの辺りチューニングをいただくのがいいかなと思います。で、まあ、実際にじゃあどうやってその最適なメモリー値を見つけるのかというとですねもうこれ愚直にですね一番ちっちゃいメモリーの値で設定して動かしてですね、まあ、ちょっとずつ増やしていって。 えー、ある程度のタイミングからです、ね、処理の実行時間が変わらなくなるタイミングが出てくるので、まあ、それが最適値といえますとですねコンピューティングリソース不足に関しては、えーまあ、このぐらいになりますいすいません 今いろんなところでコールドスタートの話を聞くかなと思うんですが、えー、まずですねちょっと改めて、えー、コールドスタートの話をする前にですねラムダファンクションが、えーまあ、実行される時リクエストされて実行される際にですね裏側でどういったことが実際に起きているのかというのをちょっと簡単にご説明したいなと思います。 まず1つ目がですね、ENI の作成ですね、Elastic Network Interface というものなんですが、これはですね、カッコをつけて書いている通りですね、VPC のリソースにファンクションからアクセスするように設定している場合のみ発生しますと。 でこの ENI の作成とアタッチという処理そのものにですね大体10秒から30秒ぐらいかかるので、えー、この処理を行うだけでまあ10秒くらいはシーが乗るとで一つですね、えー、勘違いされやすいんですがあのクラウドウドォッチラムダファンクションのクラウドウォッチのメトリックスにデュレーションというものがあるんですね実行時間というものがあるんですがそちらにはこの ENI の作成にかかった時間というのは含まれていないですね。 ENI の作成が終わった後と実際に起こることとしてラムダファンクションって裏側はコンテナを使って実装されていますなのでそのラムダファンクションとして動かすためのコンテナが出来上がってそこにですねお客様がユーザーがですねアップロードしたデプロイパッケージですね ZIP ファイルをダウンロードしてその ZIP ファイルを展開するっていう処理が入りますブラウザ上でですねエディターを使って なんだろうファンクションを書いた場合もですね実際には裏側ではえそれが ZIP ファイルとして圧縮されて S3 上にえー保存されていますので同じ動きになっていますであとはまあ指定されたランタイムだとかライブラリだとかえそういったものがえコンテナとして一緒に作成される形ですねでここの処理に関してもえデュレーションには含まれませんとでようやくですねランタイムの起動が入りますとで えー、かつ初期化処理も入りますあのいわゆるグローバルスコープに書かれた処理ですね例えば、えー、そうですねあのいわゆるハンドラーとして指定されてる外の処理ですねなんかもこのタイミングで実行されますあの Java であればコンストラクターとかもこのタイミングで実行されますねただしですねえっ、ー、とここも実はあのタイムアウトがあってあまりに長時間の処理は、えー、途中で終わってしまいますね でかつここも時間もここで発生する時間もデュレーションには含まれていません。まあ、デュレーションに含まれない、えー、ということはですね実行,時間の、えーまあ、実行時間の実績として見れないってことにもなるんですけれども裏を返すとですねデュレーションに含まれないイコールですねあの支払い対象にもなってないってことですね。 そしてここまで来てようやくですねご自身が実装したラムダファンクションのプログラムの中身が実行されます呼び出されますあのファンクションの設定でハンドラーとして関数だとかメソッド名を指定しているかと思うんですがそこの中身が実行されあの実行されますとでデュレーションの値っていうのはここ以降の値になっていますというのがあのラムダファンクションの実行時に起きることなんですが えー、ここのうちですねこの1番から6番全てを、えー、実際に実行するのがいわゆる「コールドスタートが」がと呼ばれているものになりますと。でそうは言ってもですね、えー、ここの部分この四角で囲った部分ですね結構まあ割と同じ処理がほとんどなので結構無駄かなと。 思いますあの基本的に毎回同じ内容が実行されてますねあの。もうアプリケーションのパッケージとかも変わらずに同じものがダウンロードされているので、えー、毎回同じ内容が実行されます。というわけで、えー、ここの部分を再利用することで、えー、省略処理を省略してですね効率化しているのがいわゆるウォームスタートになります。で実際にはどういうことが起きているかというとまああの ここの部分を再利用するってことはいわゆるこう作られたコンテナをそのまま、えー、落とさずに、えー、維持しているっていう状態ですね。というのが、えー、ラムダファンクションの実行時に起きていることになっています。で、えー、コールドスタートがその、えー、遅いと言われるコールドスタートですねこのコールドスタートが起こる条件なんですが今お話しした、えー、再利用可能なコンテナですね。 がが、えー、利用可能ななコンテナがない場合リクエストが届いたにもかかわらず利用可能なコンテナが一つもない場合はですすねこののコーールドスタートというのが必ず発生しますと、えーまあ、例えば一発目のリクエストで、えー、そもそも一つもコンテナが用意されてない場合であったり、えー、利用可能再利用可能なようにですねいくつかのコンテナは維持されているんですが、えー、それ以上にですね同時に処理すべきリクエストが来た場合であったりあとは、 えー、デプロイパッケージですねアプリケーションのコードを変更したり設定を変更した場合もですね、えー、それ以前のコンテナが当然ながら使えなくなってしまうので、えー、コールドスタートが発生します。で、えーまあ、そうですねそういう意味では。あの 今言ったような状況がない状態っていうのはつまりこう安定的にある一定数のリクエストがずっと来続けている状態ですね。でそういった場合であればあのもちろん環境とかにもよるんですけれどもコー,ルドスターコールドスタートは実際にはほとんど発生しないっていうのが、えー、実態ですね。あのまあちょっと数字で言うのは何なんですけど、まあ、環境にもよるんですけれどもだいたい全体の1%くらいコールドスタートが発生するかしないかっていうところですね。 でとはいえです、ね、まあ、そんなコールドスタートなんですけれども、えー、今お話ししたようにです、ね、コールドスタート自体はです、ね、あの必ずどこかでは発生しますなのでゼロにすることは難しいと言えますと。とはいえこう1年前と比べると、えー、実際には半分くらいの時間になってますし、えー、サービスチームもです、ね、このコールドスタートの初期コストの、えーまあ、削減というのはすごくプライオリティ高くです、ね、常に。 改善に取り組み続けているので、まあ、半分くらいの時間になってたりするんですけれども、えー、とはいえゼロにすることは難しいですとあとは基本的にこの領域って基本的にはこうプラットフォーム裏側で行われている、えー、処理になってくるのでお客様側でできることって実はあんまりないのが実情ですとしたがってですねこのコールドスタート、えーまあ、全く本当に1回でも発生しちゃだめという ようなシビアな要件のシステムの場合はですねそのシステムにとって実は AWS ラムダというのは正解ではないと言えますと。というのを踏まえてですねコールドスタートを、まあ、基本的にあのコールドスタートの領域お客様の方でできることは少ないという話をしたんですが、まあ、それでも多少ながらですねコールドスタートを短くすることはできますと。 なので、そのコールドスタートを頑張って早くする方法というのは、いくつかちょっとこれからご紹介したいなと思います。えー、まず一つ目がですね、えーまあ、先ほどご紹介したコンピューティングリソースですね、こちらを増やしますと。でコンピューティングリソースの割り当てを増やすことで、えー、実は初期化処理自体も早くなるんですね。なので、えー、コンピューティングリソースの割り当て、つまりこうメモリーの設定をです、ね、増やしてみるのがいいかなと思います。 これ一番簡単にでできるパターンですねで。次がですねランタイムを変える、えー、要はラムダファンクションとして利用する言語ですねを変更するというものになります、えー、まあそのランタイムの起動にかかるコストって実際のところ各言語の特性によっているところもあります例えば、えー、Java であればですねあのご自身の例えば端末だとかターミナルとかで JVM を起動してもらうと分かるんですが わかるかると思うんですが、結構 JVM の起動って遅いいかなと思いますあの。Ruby だとか Python だとか Node みたいなライトランゲージと比べると手元で実行しても結構遅いかなと思いますでそれと同じことがラムダファンクションのランタイムの起動時に起きているのでどうしても JVM とかそういった VM 系ですねは遅かったりします。で えなので例えばそういったコールドスタートをかなあの短くしたいのであれば、えー、Java を今使っているのであれば Java ではなく Python だとか Node.js といった言語で書き直すというのもただですねあのちょっと難しいところがあってあの実際にこのコールドスタートはそうなんですけどいわゆるウォームスタートほとんどの部分を占めるウォームスタートの時はですね実は これも言語の特性と一緒なんですけれども実はコンパイル言語例えば Java とかの方が早かったりする傾向にあったりしますなのでご自身のアプリケーションの特性だとか、まあ、リクエストの特性ですねアクセスの特性と比較してですねそういったものを踏まえてですねご判断をいただくのがいいかなと思いますそしてパッケージサイズを小さくするっていう話ですね 先ほどあのいくつか行われる処理の中でデプロイパッケージをダウンロードして展開するという処理が行われるという話をしましたが当然ながらですねそのダウンロードするファイルサイズが小さければ小さいほどダウンロードにかかる時間は短くなりますし ZIP の展開にかかる時間も短くなりますなので不要なコードをなるべく減らしてですねパッケージサイズをデプロイパッケージのサイズを可能な限り小さく保つっていうのが えー、実は有効だったりしますと。では具体的にどうやって小さくするかというと、まあ、当然こう不要な行動を減らすっていうのもあるんですがあと依存関係ですねあのファンクションごとに、えー、実は不要なんだけれどもあの管理上面倒くさいので、えー、全ファンクションで同じライブラリーセットを丸ごと入れとくみたいなお客様がたまにいらっしゃるんですが、えー、そういったあの使わないそのファンクションの実行にあたって不要なモジュールですねっていうのは めなないっていいいいとうのがいいかなと思います。特に Java に関しては結構肥大しがちなので、えー、必要な必要最小限のモジュールだけにするのがいいかなと思います。あとは、まあ、ここ Java と言ってますが Java 以外もあるんですけれどもああいったものって今だと、えー、まあ実際にはコードの圧縮と最適化と、えー、さらに難読化までしてくれるような、ね、ツールになってる かなと思うんですが、まあ、そういったツールを使ってビビ、まあ、たるものですがサイズを小さくするというのも一つ手段としてはあります。あとは VPC ですね、えー、VPC を伴う VPC 内のリソースにアクセスできるようにファンクションを設定すると ENI の作成が伴うという話をしましたが従、えー、ってですね ENI の、えー、作成処理が 入ると10秒から30秒は実際あのどうしてもかかってしまうというお話をしたんですが、えー、つまりですね、えー、VPC って実はラムダファンクションとしては別に必須ではないのでその VPC 内のリソースに、えー、アクセスしなくてもいいファンクションもたまにこうお客様によっては全部 VPC の設定をされているお客様がいるんですが実際には VPC 内のリソースにアクセスする必要がないファンクションであれば VPC の設定を 外してもらうのがいいかなと思います。まあ、それだけで、えー、早くなるというよりは、えー、余計に10秒かかる可能性っていうのを減らせるということですね。で、まあそうは言っても例えば同期実行が必要だったりですね、VPC の中にあるデータベース、えー、既存のシステムのデータベースだったり、えー、そういったものにアクセスしたい場合とかがあるかなと思うんですが。 まあそういった場合はですねなるべく非同期に実装するようなアーキテクチャにするのがいいかなと思いますちょっとまあここに書いてますけれども例えば RDBMS のデータ同期が必要なんであればあくまでもラムダファンクションが書き込んだり読み込んだりする先としてはダイナモ DB にしてそのダイナモ DB のストリームスという機能を使ってですね非同期に VPC の中のデータベースにデータを反映すると。 まあそういったような実装も可能かなと思います。まあとこれ Java の場合あの、まあ、C の場合も同じような傾向にあるんですがあの、まあ、イベントのオブジェクトとしてですね補助とかで受け取れるようになっているんですが で、えー、ではなくすすねあの、バイトストスリームを使うとと、かったりしますとあのラムダのファンクション内部で使っているデフォルトの JSON のシリアライゼーションライブラリというのは多少ちょっと遅かったりするので、えーまあ、バイトストリームにしてですね、えー、より軽量な JSON ライブラリをご自身で実装したりですね、えーまあ、世の中にある別のライブラリを使って最適化するというのも可能になっています。 あとは、ねまあ、Java8 の機能のうちですね、まあ、匿名クラスをリプレースしているようなこの辺りの機能っていうのが結構コールドスタートというかランタイムの初期化時に行われる処理が多いので、えー、なるべく使わないっていうのも一つの手です。で、えー、もう一つ、えー、ウォームスタートの時にですね、えー、効率よく処理を行うために一部の え変数をですねグローバルスコープとして定義することでえ毎回初期化しなくて済むよっていうのがあるんですけれどもそういったやり方があるんですけれどもそのグローバルスコープにですね初期化処理そのものを書いてしまうとコールドスタートがえー入った時にどうしても遅くなるのでまあ遅延ロードを行ったりするのもいいかなと思いますま。ちょっとと違ううんでですすすけどメモ化とか呼ばれてたりするような手法に近いですね というのが、えー、コールドスタートを早くするための、まあ、いくつかの手段なんですが実際のところですねこ、ここの辺りを結構頑張ってもですね、えー、その劇的に早くなるというのは実はあまりなかったりするので、えー、過度に期待するのも、えー、ちょっと悩ましいところですかね。有効、特に有効なのは VPC をやっぱり使わないというところとランタイムを変えるというところが。 あとコンピューティングリソースを増やすっていうところですねが一番速度的には有効かなと思います。はい。で続いてですね、まあ、遅くなる理由としてですねアーキテクチャの問題についてお話ししたいと思います。これはですねどちらかというとそのファンクションの一つの処理が遅いのをどうかするというよりもシステム全体の話になりますね。 でアーキテクチャの問題なんですがこれもまさに、えー、まさにというかズバリですねあのなるだけ動機で陰謀しないで非動機処理にする方が、えー、システム全体のスケーラビリティは上がりますという話ですね。えーまあ、ここに書いてる通りなんですが同時実行数というあのラムダにはですねセーフティーガードお客様が開発中とかに間違って、えー、無限ループとかしちゃったりした時にですねすごい量の請求が来たりする。 まあ実際にあったりそういうこともあったんですがそういったことがないようにですねあのセーフティーガードとして同時実行数の制限がかかっていますとで同期で陰謀をするとですねこの同時実行数の制限に引っかかってですね詰まりがちになりますとなので、まあ、できるだけ非同期で陰謀をするというのをおすすめしています。 で非同期で呼び出した場合ですねその許可された同時実行数内でですね順次処理をするんですが実はバーストも許容されていますし、えー、まあ間に急が入ってるようなイメージなのでその同時実行数から漏れた部分急にはもう入ってるけれども、えー、1回に処理しきれなかった分っていうのは次回にちゃんと処理をしたりするので全体的なスケーラビリティが上がるというところですかね。 あとは同期追い出しの場合ってその許可された同時実行数を超えた時点で即座にクライ,クライアントというか呼び出し側にエラーが返るんですが非同期の場合は、えー、そこもリトライがされるようになっています。えー、つまりですね非同期の場合は、えー、ある程度その許可された同時実行数をバーストしてもですねそれも許容していますし、えー、まあ、それをさらにはみ出たリクエストがあった場合も自動的にリトライが行われるようになっていたりします。 なので、えー、本当にです、ね、インボークしてその結果、まあ、インボークする際のインプットというかまあ引数ですね、えー、そのインプットに対するアウトプットとして、そのレスポンスが必要な処理でなければです、ね、非同期にするというのを検討いただくのがいいかなと思います。でえー、特に API ゲートへと組み合わせた場合に、この同期の問題がよく起こるんですけれども、 例えばですね、API ゲートへと組み合わせる場合も同様でしてあの、プットだとか、そういった更新系の処理ですね、えー、そういったものを AWS ラムダで、えー、のファンクションをバックエンドとして直接処理するのではなくって、えー、API ゲート a y てサービスプロキシーとして構成することも可能なので、まあ、そういった、えー、サービスプロキシーとして構成することで、SQS とか Kinesis といった、えー、そういったあの一旦バッファリングするようなサービスに、 流してそれをイベントソースとしてラムダで処理をしていく非同期で処理をしていくといったようなことも可能だったりしますあとはですねラムダファンクションそのものも実はサービスプロキシとして構成することで API ゲートウェイのバックエンドとして使うラムダファンクションを非同期実行することも可能だったりするのでまあそういったのも構成としてご検討いただくといいのかなと思います まあもちろんゲットに関してはです、ね、あのそうもいかないのでゲットの場合はやはりキャッシュするのがいいかなと思います API ゲートウェイのキャッシュ等を使ってです、ね、なるだけバックエンドまでいかないというのがそういった構成にするのがいいかなと思います API ゲートウェイのキャッシュを使うと、まあ、キャッシュにヒットしたらバックエンドのラムダを呼び出すことなくレスポンスするのでそういった形で実装するのがいいかなと思います。 ああ API Gateway のサービスプロキシですねちょっとまあ簡単にあ実はあまりご存じない方がい多いということなんで簡単にご紹介すると API ゲート w a y ってバックエンドとしてラムダファンクションとあとは既存の、えー、HTTP のバックエンドですねいわゆるウェブシステムパブリックな HTTP のエンドポイントであれば、まあ、何でも、えー、リクエスト可能になってバックエンドとして利用可能になってるんですがそれ以外に、えー、AWS の各種サービスもです、ね、バックエンドとして指定することができます。 でそうすることで AWS の,あのサービスとしてですね例えば、まあえー、Kinesis とかを、ね、バックエンドとして指定するんですけれどもユースケースどういったときに使うかというと例えば、えー、Kinesis にデータを送りつけるエンドポイントって AWS のエンドポイントなんですね。そそののののエンンドポイトトをを手前に API ゲーかかぶせることであたかもご自身の会社の えー、API かのように見せてですね、公開することができるようになったりします。あとはキネシスのその例えばキネシスだったり SQS だったりそういったものに対するこう HTTP のレストフルなエンドポイントみたいなものを、えー、API ゲートウェイで提供することが可能になったりしますね。でその、えー、同じようにですね。えー ラムダファンクションのインボークを定義することができるようになっていますので、まあ、それを使ってですね通常 API ゲートのこの一番上のパターンですね API ゲートウェイ上でラムダファンクションをバックエンドとして実行する場合は同期でインボークされるんですがそれをサービスプロキシーとして構成してラムダファンクションして特定のラムダファンクションをエイシンクロナスで非同期でで インボークするような設定をすすることが可能にななっていますなのでこれも一つご利用を検討いただけるといいかなと思います。あのいろんな AWS のサービスのですね任意のアクションですね用意されているアクションがもともと各サービスで用意されているアクションが呼び出せるようになっています。 あとは、えー、アーキテクチャという意味では、まあ、あのよくクラウドの、えー、上で動かすアプリケーションを作る際のアーキテクチャの原則の一つとして出てくるんですが、シンクパラレルですねこう。いかに並列処理にするかになっています。あのラムダもどこ用でですね、一つのコンテナの中で大量に処理をするよりは、一、えー、つのコンテナが処理する量を小さくして大量のコンテナで処理をした方が、 えー、よりラムダの特性を活かせるような形になっています。まあ、ここに書かれている通りですね一つあたりのイベントを小さくして同時に並列で動かせるようなアーキテクチャにしましょうと。一回の例えばですね、まあ、S3 のファイルをインプットにする場合に、えー、例えばそうですね1万件の S3 のファイルをインプットにしてそれをループで1万件処理するよりは えーまあ、可能なんであればそのインプットとして S3 上にオブジェクトを作る際にすでにこう100件ずつとか1,000件ずつとかに分けた状態でドカッと置くことで一斉にですね10個とかのラムダファンクションが起動してそれぞれが100件とか1,000件だけを処理するなので全体的なスループットが上がっていくみたいな形になりますと。なのでループ回数分のラムダファンクションを非同期インボークした方が実際には良かったりしますね。 あとは、えー、これの結果ですね、長時間実行するラムダファンクションが減るので、同時実行数の制限にも引っかかりにくくなります。ちょっとまあ同時実行の話は、同時実行数の話はこの後しますね。で、その同時実行数なんですが、えー、ラムダファンクションの同時実行数の考え方ってこうなっています。あの関数の平均実行時間と、えー、秒間リクエストの掛け算が、えー、同時実行数になっています。まあ あの同時にまさに実行されてるえ数なんですがえここの例にあるようにですね秒間リクエスト10秒え1秒に10リクエストのえリクエストトラフィックでえ1ファンクションの平均実行時間が3秒であった場合は30の同時実行数が必要になってきます。で今現在この同時実行数えついこの間まで100だったんですね。 えー、先々月ぐらいに600になってさらに、えー、つい最近、えー、デフォルトの同時時刻数が1000まで上がっているので実はあのほとんどの場合はその引っっかかかるってことといこはなくななくてきたかなと思いますで実際にこれがその1000っていうデ,あのデフォルトの値がです、ね、多いか少ないかっていうのは実際にはアプリケーションとかリクエストの特性にもよるので、えーまあ、そこはあの実際のワークロードで試していただくのがいいかなと思います。 同時実行数っていうのは実際にはこの考え方なので先ほどのシンクパラレルのところでお話ししたようにですね一つの平均の実行時間が長くなればなるほどですねその同時実行同時に実行可能な数っていうのが減ってきてしまうので、えー、なるだけ一つあたたりりのの実行時間を短くくししていくっていうのがポイントだったりしますで。この同時実行数の考え方なんですが基本的にはこの考え方なんですが実は ストリームベースのイベントソース、えー、具体的にはキネシスとダイナモ DB ストリームです、ね、の場合はちょっとだけ考え方が違いますと。でえー、ストリームベースの場合はですねストリームの中にあるそのシャードの数ですねと、えー、同じ数が同時実行されます。えー、つまり、例えばそうです、ねえー、キネシスのストリーム、ここで図にあるようにですね3つシャードがある、えー、ストリームの場合は 同時実行としては3だけになりますとつまりこうストリームのシャードごとにこう同時にこうずっと動いているような状態ですねなのでえっと裏を返すとですねえこのストリームベースのイベントソースを使っていて処理性能を上げたいっていう場合は実際にはこの同時実行数をリミットインクリーズしてえ増やしてもですね このシャードの数が増えない限り同時実行数増えないのでストリームベースのイベントソースを使ったアプリケーションの場合性能をパフォーマンスを上げたい場合はですねそのトラフィックに応じてシャードを分割してシャードを増やしていく必要がありますまあそうですね今だとデフォルトが ラムダで1000なので、1000シャードまでは同時に処理できますとで、キネシスの場合1シャード 1000tps なので、だいたい100万ぐらいまではデフォルトで処理できるかなと思います。時間がなくなってきましたね。ちょっと急ぎたいと思います。あの、リミットインクリーズ、今、100、標準で1000と言ってましたが、えー、これ、緩和可能なんです。緩和可能なんですが、 実績がない状態でですねこういきなり数千とか数万を申請しても大抵通らなかったりするので、えー、実際にスロットルされたであるとかある程度実績あの、標準の線に対しても常に800900ぐらいは使っているとか、まあ、そういったある程度に実績がある状態で、えー、申請をいただくのがいいかなと思いますでそうは言ってもサービスローンチとかで、えー、まあ実績ないけれども最初のところで、えー、かなり大きめが欲しいんだみたいな話の場合はですね、えー、余裕を持ってですね <laughs> すいません期間的な余裕を持って担当セールスとか SA にご相談をいただけるといいかなと思いますで、えー、ここから、えー、アンチパターンをいくつかご紹介して終わりにしたいなと思います1つ目はですねよくこれも言われてるんですが RDBMS ですねをラムダで使う場合あまり実はあのおすすめじゃなかったりしますと。 まあ理由はあのラムダというプラットフォームの特性こう水平方向にスケールする特性と RDBMS があのどうしてもこうコネクション数というのところでえ問題になりがちというところですねラムダのファンクション一つ一つからコネクションが貼られてしまうので結構そこでこ RDB の方がアップアップしちゃうというパターンですねあとは RDB の場合は大体 VPC の中に置いていてコールドスタートの問題も発生しがちだったりします というわけで,ですね実はあのサーバーレスの中ではですね、えー、サーバーレスという文脈ではデータストアとしてはダイナモ DB をえ基本的にはおすすめしていますまあとはいえ RDB と連携したい場合は先ほどちょっとご紹介したようにですねそのダイナモ DB ストリームとえーラムダを使って非同期に反映するっていうのがいいかなと思いますあとは IP 固定ですねよくこれお客様から言われるんですが 実際にはですね IP 固定ってあの日本ではよくあのお客様から言われる事例なあの問題なんですがあんまりグローバルではこの IP 固定ってしなかったりしますねあの基本的には証明だとか証明書っていったもので、えー、ちゃんと身元を担保するっていう感じになっています。でラムダでもあの IP 固定 したいっていう場合にですね、まあ VPC を使うとですね、インターネットに出れなくなるんですね。なんでインターネットに出るために NAT インスタンスが必要だったりするんですが、まあ NAT インスタンスに割り当てた固定 IP を使うという形で。 実現できなくもないんですが当然ながらですねあのそれだけのために VPC を使って NAT インスタンスを立ててってやると VPC のコールドスタートの問題だったりあとは NAT インスタンスそのものの可用性だったり信頼性とかスケーラビリティといったものを考慮しなければいけなくなってくるので、まあ、可能であれば大抵ですねアク,セス先の、えー、アクセス先にですねこれ要求されているパターンが多いのでなかなか難しいんですけれども。 可能であればアクセス先ですね外部の API 業者だったり、まあ、そういったものと調整してですねソース IP といったものの制限を外してもらうのがいいかなと思います。あとはまあこの辺りはよく最近言われていることですねサーバーレスだと運用が全くなくなると勘違いされているパターンとあとインフラ費用があのすごい安くなると思われているパターンですね。 あのサーバーの管理は実際に不要になるんですが運用するものはいや今まで通り残りますよというところだとかあとコスト効率が高いので、えー、サーバーを並べて同じことを処理するのに比べるとあのかなり安くなるケースが、えー、実際には多いんですが、えー、そのサーバーの利用率今の利用率がですねかなり高い場合とかは それなりのそれを単純にラムネ持ってくるとそれなりの費用になったりするので必ずしもインフラ費用が例えば10分の1になりますよというわけではないですねでそのインフラ費用だけの比較ではなくてそのインフラを管理する人のコストも含めてですね考えていただくのがいいかなと思いますあとは監視も同様ですね、まあ、処理の異常を検知して対応するのは基本的にユーザーの仕事になるので えー、そこの部分は、えー、今まで通り残りますと。なのでここも愚直に適切にログ出力をして適切にモニターしましょうというところですね。で、えー、まあ、いくつか…えー ラムダ、プラットフォーム側としてもいくつか方法は用意していてまずクラウドウォッチのメトリクスですね用意されているメトリクスのうち例えばエラーだとかスロットルの値といったものをちゃんと監視しましょうであったりあとはクラウドウォッチのカスタムメトリクスですねの機能を使ってプログラムの中からですねメトリクスを吐いたりですねあと、えー ファンクションの中で出力したログはですねクラウドウォッチログスに自動的に集められますので、まあ、そちらを使って、えー、アラーム設定等を行うのがいいかなと思います。あとはよく言われているクラウド上でアプリケーション実装する時の話と一緒ですね、えー、ちゃんと障害発生を前提として実装しましょうねっていうところで、えー、リトライはちゃんとクライアント側で実装しましょうだとかあと非同期の、えー、イベントソースからの非同期インボック インボークの場合はですねデッドレター級というものも使えたりするので、まあ、そういったものをうまく活用して、えー、システムの信頼性を上げていきましょうとあと最後ですねべき等性は、えー、たまに勘違いされてる方がいらっしゃるんですが、えっと、ラムダでは実際にはこう最低1回実行することは保証してるんですけれども1回しか実行しないってことは保証してないですとなので、えー、同一イベントで、えー、同じファンクションが2回実行されることっていうのはまれ、えー、に発生しますと。 なのでえ、べき等性が必要な場合は必ずお客様のコードでそれを確保する必要があります。まあ、一般的には DynamoDB に、えーまあ、トランザクション ID みたいなものを書いたりしてですね、えー、そういったものを使ってべき等性を担保する実装をするのが一般的かなと思います。というわけで、最後まとめですね、えーまあ、ラムダによるシステムの性能が出ない理由5つと、まあ、それぞれについて対応の話をしましたと。でえーまあ それぞれ、えー、適切なアプローチをした上で、えー、使っていただくのがいいかなというところと、最後にご紹介した典型的なアンチパターンですね。こちらはまあできるだけ避けていただくのがいいかなと思います。えー、一旦以上になります。最後に告知ですね。えっとラムダの本が、えー、私が書いたラムダの本が、えー、6月の9日に出ますとで、Amazon で予約受付中なんですがあの今サミットの期間中にですねマイナビさんの ブースがエクスポの会場の奥の方にあるんですが、えー、そこで先行販売をしているのでもしよければ、えー、お買い求めくださいあの消費税分安くなっていて、えー、通常販売の時は電子版は別なんですが今だと電子版のダウンロード券が付いてきたりしますだから昨日は売り切れちゃったりしたらしいんでもしかしたら今日も売り切れちゃうかもしれないんですがもしよければぜひお買い求めくださいというわけで私の方からは以上になります あの、最後、あれですね、あの、フィードバックの方ぜひお願いします。ありがとうございました。